我々の主たるお客様はテレフォンキャリアが多いです、それに我々はそのデータセンターの大型データセンターを運営している会社ところが主なビジネスのマーケットになります。今までのデータセンターはデータをストレージするだけで済んだのですが、その中でデータというのは映像系のデータも含んでおりますので、データトラフィックがものすごく大きく膨らんできているような状態です。大量のデータが集まるデータセンター、その中の構造が非常に大きな問題になってきまして、階層のあるシステムを使っていると、その階層を上がって降りてくる、これだけの時間のロスが多数行われると非常に大きなロスになります。それが、旧ファブリックを使うことによって新しいテクノロジーでこれをフラットな状態で処理をしますから、時間が一気に短縮される。旧ファブリック is really great product。